はいどうもお疲れ様でございます今回もですね水彩画のような萌え画これ結構私好きなタッチなんですけどもねこれを絵心のない私が AI アートを作るえソフトウェアで作っていこうかと思います非常に簡単にできます無料版ですじゃあまずねこのリベラってやつを立ち上げますねリベラっていうものからえとこういうふうなねイラストができますよみたいなことが書いてます えー、日本語と英語が入り混じって作られてるサイトなんですけどもまあ十分英語でも理解できると思いますので適当にポンポンポンとやっちゃいましょうでまずねこちらの方の選択肢の中からねスペルデュアリングザーキャンペーンってありますけども、えー、あまりね細かいことを気にせずにハイクオリティスペルってところをねちょっとクリックしてみますそうするとフェメールキャラクターまあ女性のキャラクターって出てるでしょだからここをクリックするんですよでその中でもうーんそうですね えーっとどれがいいかな、まあ、私の好きなのはねフォレストバスティングだからこう森の妖精ですかこれをクリックしちゃっておきましょうかチェックボックスいくつチェックしてもいいですでもトータルで7つぐらいしかチェックできないんですよで、えー、っとシチュエーションっていうのは何かっていうとまあこういったそれぞれの場面ですよってことなんですよねまあ私の選ぶシチュエーションというのは特にありませんプレインあの水で遊んでるようにしましょうかねっ 森の妖精が水ででで遊んでますよとでテイストとかクロスシングクロスシングってのは服のことですよねトップスとかドレスとかボトムスとかありますけどワンスタイルっていうのは上下セットでえ全体ってことです 例えばここにセーラースーツってありますね。で、セーラースーツをクリックすると、まあ、セーラー服みたいなイメージのやつが全体で出るってことになります。アンダーウェアはまあ、下着ですよね。まあ、下着がちらつくようなイラストは、ここではお見せしませんので、クリックしません。で、アンダーザブーツってことになりますんで、ここではね、まあ、ソックス、ホワイトソックスにしておきましょうか。で、グローブは手袋です。ウェディンググローブのイメージが結構ね、似合ってると思いますので、それにしておきます。え、その他、ウォーターってのは水ですね。 水は何でしょうねうん。まあ、やめときましょうか。で、その他、フィアチャーというのがありますんで、ここでですね、えー、この、ちょっとふわっとスカートがなびいてるところっていうふうなイメージですね。スウェイングスカートって書いてますけどね。まあ、その他、まあいいですかヘアカラーぐらいしておきましょうか。ヘアカラーは、えっ、ー、と、ピンクヘアにしておきます。まあ、これで一応選択肢は埋まったんじゃないかなと思いますね。で、もうこれだけですよ。 選択をした後にイメージジェネレーションでクリックするともうこれであとは待つだけカップヌードルより簡単にできます今撮影始まって3分も経ってませんけどもイラストが2つ出来上がりますねはい2つ出来上がりましたいかがですかねまあ素敵なイメージのイラストでしょピンク系でまとまったこれも森の妖精みたいな感じでしょチラッとこうねスカートたなびいてるところもなんかこういうイラストっぽいじゃないですかでこちらの方をおーまあ 保存しておくってことになりますけども、ちょっと大きくしてみましょうか。こんな感じですよ。ね、どうですかまあまあいい出来じゃないですか。これね、今回作成した2枚のイラストがこんな感じで出てます。これなんてなんかね、ひらひらと何かが飛んでるみたいでいいですよね。はい、後ろのバックもなんか森の中で木漏れ日がこう、漏れてるみたいでね、素敵じゃないですか。で、これで終わりですよ。以上。であとは、 ツイッターで紹介するでもいいですしね、ディテールを細かいところを修正するでもいいと思いますけども、今回はどちらもしません。で、全回でね、全体で9回になってますけども、これ合計10回、2枚のイラストが合計10回できますので、20枚のイラストが無料バージョンでも毎日毎日作れるっていうことになります。もちろん、プレミアムプランで月額980円で機能を増やすこともできますけども、私は機能を増やしてませんよってことになります。 はい。ということで、AI アートが今回も出来上がりました。ね。簡単でしょ